イカルスやっていくぞ、霊夢だ。隣から見ていくぞ、マリサだ。さて、今回は何をやるんだ？それはね。全勝。いわゆるフリーモードで拠点を作ったので遊んでいこうと思います。確か、肉食生物は出ないんだっけ？そうね。出ないんだけど、その代わり経験値も半分以下しかもらえないので、レベル上げするなら任務の方で狼を狩るのが序盤はいいかもね。毎回この乗り物に乗らなきゃダメなのか。そこは我慢しましょう。着いたかな？これ口フリーズしてないか？してるっぽいわね。治ったみたい。最近は倒木から木材を採取するのが好きです。資源はあればあるほど使い道には困らないから取っておこう。さて拠点に行きましょう。あの遠くに見えるログハウスが我々の拠点になります。脱出ポット近くに建てればよかったのに、なんであんな離れたとこに置いた？脱出ポットは毎回着陸地点微妙に違うので、ポットから少し離しても家の真上にポットが着陸したら家を破壊するのでやめました。ここの崖上が眺めがいいのでここに建築しました。それじゃ中を案内してくれ。1階は制作系の道具やベッドなどを。ベランダには食料加工や水確保など。生活する分には必要最低限の道具や設備は確保してます。まあ自給自足で生きる分にはまあまあ。かな。2階はこれ以上高くしたら謎のひび割れが起きたので、とりあえず少し低いですが物置になってます。ひび割れの原因は何かあるのか？それがわからないのよ。単純に高すぎるのか？それがわかればもっと高層建築もできるのに。さて食料確保でもしてきますか。ナイスヘッドショット。骨の矢とステルスモード。これ最強。ちなみに、通常の任務では肉食が出るけど狼ならこれで対応できるわよ。他の生物の場合は、序盤で一番ヤバいのがクマなんだけど、地上だと速度あっちの方が速いので、
うまく水の中におびき寄せてナイフで頭を連発切りすると案外簡単に倒せるわよ。そういえばお前、地上で速攻でボコボコにされて死んだもんな。古傷をえぐるのは勘弁して。さて、この後、一旦簡単な初期任務で2レベルほど上げてきます。そこは動画外でサクッと上げてきたので、レベルも上がって石建築をできるとこまでやっていこうと思います。確か素材に金属もあったので金属加工にも挑戦しないといけないもんな。金属素材も取りに行かないといけないしね。まあ洞窟もあるので取りに行ってきます。というとこで現在、金属を加工中。炉の方は素材が揃っていたので簡単に作れました。問題は、石加工と金属を加工する道具よ。また材料を確保しに行かないといけないので。まあ材料は取りに行けばいいし。あとはレベル上げしつつ任務をクリアしていかないと。何個か試しにやってみたが、ほぼ遠出なんだよな。さて、石建築もできるようになったので試しに少し設置してみました。今回は壁と床と柱部分ですね。階段も作ったぞ。ということで今回の動画はここまで。さて次回も見ていってねー。